はい、どうも、ラギです。今日は鬼ごっこをします。鬼ごっこって、捕まったら、リスポーン地点に帰るじゃないですか。でも今回私は、リスポーン地点にあえて帰らないドッキリを仕掛けていきたいなと思います。つまりですね、鬼に捕まっても、自分は捕まってないという、主張をし、急に止まります。捕まったのに、急に動かなくなって、リスポーン戻んなかったら鬼ってどんな反応するのかなって思ったんですよね。なので今日はそちらのドッキリを仕掛けていきたいと思います。いきましょう。はい、ということで鬼ごっこなんですけども、俺ね、わざと捕まります。わざと捕まって、最初さ、絶対にリスポーン地点帰ってって葉っぱかけたので、もし帰らなかったらどんな反応するのかなと思ったので、やっていこうと思います。まあ、まずはちょっと逃げてるふり、まずうなここにいますよって逃げてるふりします。で、あえて捕まります。どうしよう、最初捕まった方がいいかな。まあ、一足一積んでるからぶっちゃけね、余裕で逃げれると思うんだよね、自分は。最初3人みんな捕まってもらおう。ちょっとあえて捕まってもらおう。ここ、おー、危ねえ危ねえ危ねえ。これ捕まってないからね、まだね、大丈夫だからね、実力的にも大丈夫だからね、これ。他のみんな帰って、鬼を4人集めたいな。3人来たな、3人。3人来たら3人。オッケー。ちょ、これ、うまくかわしていきたい。あ！いいか、みんな。みんなは何も見ていない。みんなは何も見ていない。わかったか。何も見て、うまくかわしていきたい。この味方帰った後だな。この味方帰った後やな。味方捕まれ。よし、捕まった。よし。これ4人俺のとこ来るじゃないですか。どうしようかな。ここいいかな。これ辺でちょっとわざと捕まろう。うまーくちょっと頑張って逃げてるふりして、捕まる。よし。これとりあえずうまく逃げたふりして、みんな集めて、あ、捕まったー、で、ここで、放置します。あれ？あれ？離れてった？もう誰もいないけど、捕まえる人。放置されてます、俺。放置されてる。嘘！寂しい！そんなバカな。帰ってきた。心配してくれるかな？いや、もう心配、え、ここにいること気づいてる？私いること気づいてますか？あ、気づいた。なんかこっち見てる。心配そうにこっち見てくれてる。なんか来た。なんか来た。いなくなった。ちょっと様子見てる。横から様子見てくれてるんだけど。見える？あの子。え、ちょっと、病気とか、急にかかって動けなくなっちゃったとか、考えてくれてるんですかね。なんか走ってきた。走ってきたね。みんな近づいてきたよ。ずっと近づいてきた。ん？落ちもってきた。なるほど。最初は、他に何人かいるんじゃないかって探しに行ったんだけど、まあ、最終的には止まってるとこ戻ってきてくれましたね。ちょっと様子見てくれたの可愛かったな。